健康を意識しているホモサピエンスの皆さんトレーニングお疲れ様ですバズーカ岡田です、えー、今日はですねプロテインの摂取が腎臓を悪くするのかという問題についてお話ししてみたいと思いますまあ、というのはね複数のホモサピエンスからネットの記事でねプロテインを飲むと腎臓病になるという言説を見たという通報をいただきました なので、ね、心配になっている方もいらっしゃると思いますんで私なりに解説してみたいと思います。まあ、そもそもねバズーカ岡田が何で健康の話をするんだ医学の話をするんだと、えー、思われる方もいらっしゃると思います。まあ、これままでも、ね、そういういご指摘をた,だいただきましたあの特にね、えー、米を食べろとかそういう話をするとねあの糖質がどれだけ体に悪いのかということを医学的にね えー、説明してくださる方がいて「えー、お前も医学を勉強しろ」というお叱りをいただくんですが私も理学療法士という資格を持っておりまして、まあ、一応医学の勉強もそこそこしてまいりました。ということで、まあ、まあどこまで行ってもね個人の見解ではありますが、えー、ご容赦いただければと思います。で、えー、その記事ね、えー、すごくて「フィットネスクラブで怖い腎臓病が増加中」。 健康と美容のために摂取するとかえって死を早める粉の正体ということでこれがプロテインだということでね「プロテインは毒、えー、適度な量でも危ない」と書いてあるんですよ。ということで、まあ、この記事はね「プロテインを飲むと腎臓病になりますよ」ということでちょっとすさまじい何、えー、て言うのかな見出しでね、えー、みんなこれは気になっちゃうよなというふうに思います。ままずね、まあ、腎臓病までいかないにしても まあ皆さんが腎臓について意識するのは健康診断、まあ、年に1回の健康診断の時じゃないかなというふうに思うんですよ。この数値が悪くなるかという話で考えるとねプロテインの摂取は健康診断の腎臓の数値を悪くするんですよこれ。残念ながら。うん、ただね解釈をきちんとしなければあこれは本当に体が、えー、悪い方向に行ってしまっていると、えー、考えてしまうんですけどもねそんなことではなくてね まあ、血中の、えー、状態を見て腎臓の機能を、えー、推察していくというものですよね。で尿素窒素、まあ、これ BUN って書いたりねクレアチニン、えー、そして EGFR と、まあ、こんな数値が多いというふうに思います。まああと尿酸値っていうのも、ね、ありますけど 腎機能という部分でこの、えー、尿素窒素 BUN クレアチニン、えー、そして GFR、まあ、この辺りをよく見られる数字かと思います。で、えー、この尿素窒素っていうのがねプロテインの摂取で上がるんですよねこれ、まあ、タンパク質っていうのは、えー、体内で消化されていく、まあ、分解されていて最終的にはね尿素になって排出されるんですよ。 ということでタンパク質を多く取ってる人は当然生成される、えー、作り出される尿素も増えるんですよね血中でえ。ということで、えー、数字が上が上っちゃうんですよ、ね、でも腎機能が悪い人のこの尿素窒素の上昇というのは排泄でできなないことなんですよ腎臓っていうのは、まあ、血液をろ過して尿として排泄するんですよね不要なもの水も含めて、えー、排泄するわけですよ。 その排泄機能がうまくいかない、えー、ろ過機能がうまくいかないということで血中の、えー、窒素が上昇するわけですよ。これタンパク質から生成された窒素が、えー、腎臓から排出されないで腎臓から尿に排出されないで溜まっていくから尿素窒素が上がるんですね。でもこれはだから病的な状態。でもタンパク質をいっぱい取ると尿素窒素がいっぱいできるんですよ。なので、えー、このねうん 数値が上が上ったからといって即座に腎機能が低下しているということにはならないんですね。でいろんな項目を考えて重ね合わせて見ていく必要があるということでクレアチニンという数値も重要になってくるんですね。でこれはねタンパク質摂りすぎで上がるかっていうとねそうではなくて筋肉が多いと上がるんですよ。 よくく考えてくださいね。今回はプロテインの摂取が腎臓に悪いのかという話で、えー、尿素窒素についてはプロテインの摂取が上げるでも腎機能が悪いとは言い切れないではクレアチニンはどうかとクレアチニンはプロテインの摂取で上がるというよりもプロテインをたくさん摂取して筋肉をつけたいと思って生活している人たくさん筋トレする人すなわちプロテインをたくさん飲む人というのは筋トレたくさんしますよねなので筋肉量が多いはずなんですよ なのでクレアチニンも増えるはずなんですね。ということでまあ間接的にクレアチニンも上がるわけですよね。直接じゃないですよ。まあクレアチニンっていうのはね皆さんも聞いたことがあるクレアチンというサプリメントありますよね、えー。クレアチンというのはねクレアチンとリン酸がくっついてそのリン酸を放出してまたエネルギーとして再利用するんですよ。 筋肉の直接のエネルギー源というのは ATP アデノシン三リン酸で一つのリン酸を放出するときにエネルギーを使うわけえ作るわけですねエネルギーを放出するわけですねで、えー、それでなくなった1個リン酸がなくなった ADP アデノシン2リン酸にリン酸をまたもう一つ補充することでアデノシン三リン酸を作り出しているとこれがクレアチンリン酸からのリン酸で賄われているわけですね で、そのクレアチンというのは代謝されてクレアチニンになるんですよ。なので、筋肉が多い人、筋活動をたくさんしている人っていうのは、まあ、クレアチニンが高くなるということなんですよ。なので、これも腎機能が悪いとは言い切れないわけですね。えー、そして、さらに、えい、ー、い、e、G. F. R.。 これは子宮体ろ過量と水酸子宮体ろ,ろ過量というものがあってまあさっき言ったように腎臓というのはろろ過過ををすすするる血液をろ過する装置なんですねえその子宮体という部分でろ過をしているわけですけどもこのろ過量っていうのが下がってくると良くないということなんですがこれもね実はね計算式見ると分かるんですけどクレアチニンが高い人は EGFR が下がるっていうね式になってるんですよね。ということで。 要はプロテインをたくさん飲む人っていうのは筋トレをたくさんする人で筋肉が普通の人より多いし筋肉の活動も普通の人より多いわけですよ。なので GFR もクレアチニンも GFR も上がっちゃうんですよ。ということでプロテインをたくさん飲む属性の人は血液検査で腎機能がボコボコになるということなんですよね。で、もし気になる人はねシスタチン C というものを調べてもらうといいというふうに言われています。 シスタチンシーというのはクレアチニンと違って筋肉の量に影響を受けにくいと、そしてそこから産出される E G F R の方がまあ筋肉量に引っ張られないで出てくるということで、こういったものを重ね合わせてみるということが大事になってくると思います。私もねこれまでの健康診断、も毎月一回ね血液検査を受けてた時期もありました。で、えー、めちゃめちゃねクレアチニンが高い時もありましたよ。 多分、えー、筋量がその時は多かったのか、まあえー、たくさんトレーニングをしたのか,か完全な因果関係はわからないですけど私もクレアチニンは上下してますねそして尿素窒素も上下してますただよくある大体いい高めに出てますねで高めに出てずっとそのままなんですよね高めに出てまあ平常値、えー、とまあ通常の範囲内よりも高いとしてもね これがどん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 高くなっていくような状況ではないというような傾向が私は出てますね。まあ、ということでね、えー、まあ血液検査というのは血中の状態を見てるわけですそこから、えー、さまざまな健康状態、えー、内臓機能を推察するわけですよ。 食べ物によって変わってしまうものですよ血液っていうのは食べたものは血液に入りますからねなので、えー、ここをねすっ飛ばして考えると健康診断の数値が悪いからといって即座に、えー、不健康であると考えがちなんですけどもねそうならないようにしてもらいたいと思いますただねまあ本当に筋トレってやりすぎるとねやっぱりそれは、えー、マイナスでしかないんですよねプロテインの摂取もそうですよ何でもそう過ぎたるは及ばざるがごとしですよね 究極はゴードさんじゃないですかもうスクワットしてて心臓止まったら蘇生するなとか言ってますからねまあそ究極ですけどでも実際研究見てもそうで1週間に30分から60分ぐらいが最も体に良さげだとそして厚生労働省も週23回の筋トレをしましょうっていうふうに言ってますからねそういう状態の方がねプロテインをバカすか飲むっていうのは考えられないですよね。 なので健康を意識するトレーニングと本当に筋肉を限界までつけていくトレーニングというのはまた別物であるしそして血液検査の数字イコールー内臓の機能障害が起こっているということではないということを理解してまあ自己責任でね進めるしかないのかなというふうに思います。私は筋肉をねたたくくさんんつけたいいいとと思ってやってててやますななののでで機能の数値がね悪くてもまあ悪もいもいうか高めでもねんそんなに 気にはしないですし尿素窒素をね少し気になるなと思ったら例えば、えー、タンパク質摂取量を下げ気味で生活してみてください私、えー、今年はがっつり低かったですよ尿素窒素ねがっつり低いというか正常範囲内に入ってますというのは今年はねあんまりこうトレーニングもしてないしね、えー タンパク質摂取量も極端に上げてないんですよね。もうね年齢的にもねこっからバカすか筋肉つくわけじゃないんでねいっぱいタンパク質取って筋肉の材料をいっぱい供給しようなんて考えてないんですよだからまああとは実際にカレーもあって、えー、内臓機能も落ちてきますからねそういう意味でも過度な食事過激な食事っていうのはしないように、えー、しているということですね。まあ、ということでね、えー、今回はね えー、このプロテインを飲むと腎臓病になるのかという心配をされた方々に、えー、私なりの見解を、えー、申し上げましたまあ自分の体のことですから、えー、自己責任でやっていただきたいと思いますし、まあ、毎月ね健康診断を受けるというのも自分の体を知る上でいいと思いますということでトレーニングいってらっしゃいついに理想のサプリメント抗泳ペプチドが完成しましたこのアンチドーピング認証を取るのが本当に大変で時間がかかってしまいました その代わり筋肥大一連の流れをサポートする最強成分そして健康面安心にも配慮したものができましたもちろん私も飲んでいますもうね元のサプリメントには戻れないという感覚でいますぜひ皆さん体験してみてくださいそして携帯できる最強 PFC6 パックプロテインバーもご好評いただいておりますこのバズカホエイ、ペプチドともに筋肉のケアを万全に行えるものとなっておりますのでよろしくお願いします さらにオンラインサロン公式 LINE、えー、そしてプロパーソナルトレーナーボディメイク検定、えー、ジム書籍などえー、まざまありますご自身にフィットしたものを選んでトレーニング頑張ってください